船長の愛の罵倒のセリフを言い終わった後キスしてください。罵倒？愛の罵倒？働きすぎてんじゃねえよクソゴミ。働いてんじゃねえよバカがよ。休めよ休め豚、この豚休め。豚らしく。どうだったかな、助かりましたか。ノジャルリが好きだったということ。ノジャルリなんじゃ、マリンのノジャルリを求めておるのかの。しゃあないでおじゃるな、マリンがノジャルリになってやるのじゃ。ロリババアとして君臨してやるのじゃ。お主の性癖に刺さってあげてもいいのじゃよ、おじゃる丸。おじゃる丸ではござらん。もっとロリ感が必要。なんでよ、ロリ声だっただろ今の。何が足りねえんだおい。あ、どうじゃ、このくらいやればよいじゃろ、このくらい高くすればよいじゃろ、どうじゃ。きつくないでしょうよ、もっと幼く。はぁ、これ以上どうしろって。歯抜けばいいかじゃ。あ、声でおじゃるか、声でおじゃるか、これ以上はできんぞ。もはや誰、マリンですけど、マリンの地声ですけど。普段はキメチがやっぱりさ、あのロリすぎると恋愛対象にならないかと思って、普段はおばさんっぽく振る舞ってるだけで、地声はあれなんで。これが地声なんですよ、実はこれが地声なんですよ。普段は君たちの恋愛対象に入れるようにわざとおばもで喋ってんです。ツンデレな態度でうるさいうるさいうるさい、私はあなたが最も嫌いです、私はあなたに嘘をつきました、私はあなたが一番好きです、そしてキスしてください。ちょ、 Google トランスレーションやん、ちょっと文章が Google トランスレーションすぎる。まあやるか。うるさいうるさいうるさい、私はあなたが最も嫌いです、私はあなたに嘘をつきました、私はあなたが一番好きです。はい、トランスレーション構文ですけど、求められたものをしっかりとやる、これが必殺仕事人報酬マリン。